こんにちは、柳本真由美です。この度、中央公論新社よりなんとなく疲れる、辛い、痛いを解消するツボ図鑑、自律神経一人メンテが発売されました。日頃、鍼灸師として様々な患者さんを見ていた経験の中から、よりすぐりのツボを、そして不調に対処するメンテナンスの方法をまとめました。本日はこの本の中からいくつか日常の不調に対処する方法をご紹介したいと思います。今回は肩こりに効くツボをご紹介します。肩こりが起これば体の血流が低下し、老廃物もたまります。体中のさまざまな不調の原因にもつながることから、早めのメンテナンスが必要です。肩こりには合谷という痛みに効く万能なツボを刺激します。親指と人差し指の間の水かきにあるツボで、肩周辺の気血の流れを整えます。胃腸の不調などを改善する効果も期待できます。合谷は親指と人差し指の水かきの部分にあります。親指の第一関節のところをこんな風に当てていただいて、親指の先が当たったところが合谷です。このように垂直に押してもいいですし、小指側に向けて押しても結構です。皆さん、いかがだったでしょうか。その他の動画もぜひご覧ください。この本には皆様の不調に応えるメンテナンスやツボ押しが満載です。ぜひ書店でご覧になってください。